皆さんこんにちは、よしかチャンネルです。今日は休日ということでね、トルティーヤの皮で簡単ハンバーガー作りたいと思います。それとトマト缶を入れたトマトスープ、ミネストローネ的なあり合わせでスープもして、でね、今年初のことをしたいと思います。それはお庭で食べるっていう私たちの一番好きな休日の過ごし方、お庭で食べるランチしたいと思います。今日は本当に春らしくて、やっとお庭に出れるかなって感じで、それもワクワクします。ではスタートします。新玉もね、買ってるんですけど、スープにはもったいないなと思って、やっぱり新玉はそのままね、焼くとか生で食べるとかしたいので、普通の玉ねぎ使いたいと思います。このね、ブロッコリーの芯が大好きでね、私、美味しいんですよ。ちょっとヘタはかなり大胆に切って、でちょっと周りも大体、ちょっとこれは切りますわ、私。スープだから同じ大きさに皆さんしましょう。まあ、キャベツはざく切り、適当にいきましょう。大きいのが好きだから大きいままいきます。いよいよね、旅行が迫ってまいりまして、2回延長したのかな、2回延長ちゃうわ、2回日にちを変更しております。でやっと行けることになりました。お天気もね、大丈夫そうなので、もうね、数年ぶりなのでね、もう今から楽しみでしょうがなくてね、まだ準備はまだしてません。パッキングはしてませんけど、そんなに荷物も、もう少なめで行こうね、少なめで行こうと思っております。トルティーヤの皮は今日はカルディさんで買いました。でこれとスライスピクルス、これをねカルディさんで買いました。以前ね、トルティーヤのハンバーガー作った時はトルティーヤの皮も私作ったんですよ。800円ぐらいして、そんなん買われへんわと思って調べたら、手作りでもできるっていうのでね、皮まで作ってやったんですけど、それも美味しかったんですよ。だけど今回はサクッと作りたいのでカルディさんで買ってきました。オリーブオイルちょっと入れておきます。ドバッと入れていきましょう。ベランダのお塩を入れます。結構ミネストローネは本当になったらね、角切りなんですけど、ダイエットの観点から考えると、ちっちゃかったらすぐごっくんしちゃうけど、少し大きければこう噛むじゃないですか。少しでも時間を稼いでお腹を満たすためにということで、少し大きめにしてますね、我が家は。少ししんなりしてきたので、キャベツ入れます。ドンドン、そういう感じです。しなっとなってきましたので、ボウルから入れます。あ、あ、取れちゃった。久しぶりや、こんな缶切りするの。あー、なんてこと、何十年ぶりかにこれしたかな。あ、無事開けました。ちょっと水も入れます。これもちょっとせこいけど、この残ってんのにこう入れながら、じゃじゃーんって感じで、もう少し水かな、水入れて、おっと、半分、ご飯ぐらい。これでちょっと煮込みます。続きまして、今日はね、以前やってました八朔のデトックスウォーターを作りたいと思います。やっぱりワックスがかかってるので、ワックスを取るのに60度ぐらいのお湯で1分ほどつけて、それから水で洗って使います。60度ぐらいにはなってると思うので、こちらでちょっと1分ほど、この時にタイマーのカウントダウンで1分の目安にしよう。そうこうしながら、こちらがポトポトなってきました。ちょっと具が多いね。私は具沢山が好きですけど、
すごくスープが飲みたい派なんだよね。もう少し水入れよっかな。水少ない方が好き。もう少しこれで熱い。はい、1分経ちましたのでこれをね洗います。で洗います。口が大きいのだったらね、この輪切りで去年はしてましたけど、今日はちっちゃい口なので。あー、はっさくのいい香り。皮にも栄養があって、このハッサクのデトックスウォーターはストレス発散って書いておりました。ハッサクのデトックスウォーターとかリンゴとかセロリとか、初めて知ったのは神戸の西区にある薬膳のランチで、ローゼンファームカフェさん、あー家でもできるやんと思ってね、それで知ったんです。ちょっと今ちょっとすんごくティッシュ一応ピシャーって飛んできてハッサクの、はい、すいません。浄水器の水を入れていきたいと思います。かなりモリモリになっちゃったけど、大きいやつにした方が良かったんかな。ちょっと贅沢になっちゃったかな。水の量が少ないんちが少ないか。発作が多すぎました。ちょっと発作が。じゃあここ入れます。あーあー、これは私が食べるわ。発作のデトックスウォーター完成です。トルティーヤのハンバーガーのタレを作りたいと思います。だいたいね、マヨネーズは大さじ3、だいたいにいきます。 1,2,3 ぐらいで、レモン汁ね、ちょっとマヨネーズが多すぎたかな。マジで、もうちょっと、測らんとあかんね。こんな感じかな。じゃあミンチを貼り付けて焼いていきたいと思います。こちらに直接ミンチを貼り付けます。塩コショウもしません。こんな感じかな。これをね焼くんですけど、反対にいきます。はい。チーズが溶けましたので、これでレタスとトマトとピクルスを挟みます。いただきます。はい、いただきます。まずはお水入れましょう。めっちゃ美味しそう。デトックスウォーター入れます。健康になります。健康茶は何やったっけ。これはストレス発散なんやって。ストレスね、たまたま。こちらで乾杯しましょう。乾杯。はい、はい、あ、美味しいわ。やっぱ太陽の下で食べたら美味しいね。おいしい、うん、今年初。今年初やね、うん、ちょっとあったかいの通り越して背中が熱いっていう。熱い、いける。なんだこれ、ほんま美味しいな。何に似てるかっていうとね、うん、ビッグマックに似てる、うんうんうん、パンよりさ、生地が薄い方が食べやすいな。うん、うん、食べやすい。
これ考えた人天才やね。トルティーヤの皮ね、カルディさんで買ったやつ美味しい。今度は本当のトルティーヤというか鶏肉入れてとかってあさりめのサラダラップみたいなやってみようかな、うん、いつもハンバーグとかミンチを使う時ってミンチに味付けをするじゃないですか、うん、それをねこれはもう直接ミンチを貼り付けるだけだから、それでこういう風に美味しくできるっていうか、うん、初めて作った時に感動した。はい、じゃあ、はい、デザートヨーグルトに、うん、発作を乗せて、発作を剥く時はね、こうしてあ剥くじゃないですか。結構私めんどくさがり屋で、昔はねこういうの剥くのがちょっと億劫やったんですけど、母からねこういう機器をもらって楽になりました。キュッとやってここが剥けるのですごく楽です。スッとヨーグルトに乗せて今日は食べようかな。ヨーグルトはね無糖だから蜂蜜入れたけど美味しい。美味しい、うん、この入れも良かったね。グラスね、グラスこういう時にちょうど良かった。そう、あのデザートにも使おうと思ったり前菜にも使えるなと思って、うん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 、あと数日で30周年記念旅行ですけどね、はい、用意してないね、まだしてません、ね、一つは私ディナーの服は決まっておりますが、うまいね、あと考えてないから僕は持ってへんからな、あるもんで持ってるよあるもんでディナーの服考えます、はい、まあ、旅行ね、うん、2回延期したんですけど、うん、結局 ね天候なんですよ、うん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 、変更したけどまたその日も雨で、もともと変更して、うん、変更した日にちがまた雨やってね、うん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 、で3回目の正直ということで、はい、今回は間違いなく晴れそう、晴れそうな、あったかくそう、はい、せっかく海に行くからね、うん、もしかしたらこれぐらい暑いぐらいかもしれへんね、はあ、だよね、泳げるかもしれへんよ。それは無理やろ、水着持って行っといた方がいいんちゃうよ、しかちゃん、プールもあるし、空いてない空いてない、じゃあ我慢します。次の動画ですね、はい、次の動画は旅行に、はい、なると思います。旅行の動画になると思います、はい、ご期待ください。本当は、うん、ある程度の予算で、うん、ものすごいいいところに私は行こうかなって思ったんですよ、うん、だけど30周年やからね、30周年やからね、ちょっと無理して行こうかって、無理してちょっといいとこ背伸びして2回目の新婚旅行みたいなもんだしなんて勝手に自分でこう盛り上がって、ものすごくいいところを予約しようかなって考えてたんですけど、スム君が同じ予算ならそれを2つに分けて、うん、2階に2階行った方がいいんじゃないって言われて、まあ、貧乏性やからね確かに1泊にそれだけのお金をかけるのはまだうちにはもったいないかなっていうことで、パリにかけますから。ああ、そうやね、はい、だからスム君の意見を聞いて、ああほんまやなと思って、それよりもまた別のところで2つの思い出がある方がいいかと思って、はい、そうやね、もう1回行きますね、はい、でその後パリですかね。まだまだ。まだまだ。それ海水行きたいね。うんうん。うん、そうやね。それはそうかもね。はい、うん、海水行きます。はい、2回やけど。じゃあ今から準備しますわ。でももうちょっと、もうちょっとこの青空の下に。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またインスタも今度は旅行を動画よりも先に上げさせていただいたり、 TikTok もダンス奮闘しております。そちらのフォローもよろしくお願いします。次は旅行のよしかチャンネルでお会いしましょう。さよなら。